パスタサ県は東部アマゾン地帯に位置するエクアドル東部の県。人口は83,933人。県とはプーヨで1899年5月12日に設立。この市には現在、舗装道路が開通しており、最近発展している。バーニョスから州への道はパスタサ側に沿っている。パスタサ側は西から県へ流れており、 周囲が平坦になるに伴ってうねりながらアマゾン川の支流であるナポへと注ぐ。パスタサの自然な産物にはバナナ、グレープフルーツ、タバコ、ココア、コーヒーがある。茶はいくつかの英国の会社によって守備よく栽培されており、80年代中頃にはこの会社のうちの一つがイギリス王室のマーガレット王女によって訪問を受け名誉となった。 地形は県西部のほとんどが山であり、県のほとんどを占める川のある平地がペリューの国境に近づくにつれ、東部は比較的水平となる。県最高地点は1820メートルである。気候は暖かくて湿度が高く、西部の山地の年降水量は7メートルだが、県全体の降水量の合計は著しい。気温は平均摂氏18から24度ほどである。 パスタサ側にはたくさんの金が存在すると噂されるが、現在まで大きな発見は報告されていない。タランチュラやサソリなどの有毒動物は県内に普通に存在する。このため旅行者にはジャングル、公園、トレイルを歩く際には注意するように呼びかけられている。また、木に混じって蛇もよく生息しており、ハイキングの際には要注意である。県内の植物は 絶対的に壮大である。数箇所の地方公園は、無数の乱をこの土地からこれらの公園へ入れることにより、開発されており、公園の入場料は、比較的安くなっている。年間で浮きがほとんどを占めており、雨のうちの大多数は午後遅くであるが、1日中降る、こともある。北アメリカと比べると、雨は暖かい。パスタサケンは、エクアドル国内で最大の県であり、 生物が多様である。パスタサ県の北には、ナポ県、オレラナ県、南には、モロナサンティアゴ県、東にはペルー、西には、トゥングラワ県、モロナサンティアゴ県がある。県内には、約62,110人の住民がいる。パスタサ県内には、シュハー、キシュア、シーワイヤー、エイクア、アンドア、ザッパラ、ワオラニと、ナ7の先住民族が暮らしている。 県は4の関東に分かれる。下記の表には2001年国勢調査時点での各軍の人口と平方メートルでの面積、軍等を表記する。ありがとうございます。